じゃあまず大丈夫ですか。はい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 、すぐすぐよし、早く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 。じゃあ2回ちょっと右側つけて、おい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 、吹っ飛びますね。アパック、ちょっとジャンプ、ジャンプ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK です。はい、1、2、後ろ、なるべく前に、3、4、5、6、7、8、9、ラスト、はい、終わり。脳のデータ付き脳を強くするトレーニングをします。いきます、1、2、4、5、6、7、9、結構過去さあれまして、わーわー、今から目をつぶってこの場で足踏みを50回やって、どんだけ自分の平行感が正しいかどうかを実験してます。それでは用意スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30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 、
わーわーというわけで脳の神経伝達をできるかどうかのテストをします。片方はキツネ、片方はビストルです。これを交互に入れ替えたいと思います。それでいきますよ、せーの。いや、キツネだったね。せーの、せーの、せーの、せーの。できない、本当に。だから体幹と筋トレを同時にします。10キロ、10キロを持った状態でバランスボールに乗ります。よいしょ。
乗ったら手を離します。これで体幹を絞って、ここでアームカール、これをすることによって体幹を鍛えながら腕を鍛えることもできます。カールの次は上に上げてバランスを取りながら、けどこれ結構難しいので素人はやらないでください。以上、クロちゃんの筋トレと体幹のコーナーでした。ビヨーン、クロちゃんです。わーわー、下半身と体幹のトレーニングをいたします。ここから下げます。用意スタート。これがね結構きつくてね、もう足つりそうなんですけど頑張ります。ぜーっと